あ、来週の美術の授業は油絵やるから、これ持ってこいよ。え？パレットわかんない？パレット。パレットって、ほら、なんかこういう、なんかこう指入れるとこあってこう、絵の具こう、やるやつで。な、わかるだろ？あ、ちょっと時間余ったな。あ、そうだ。ちょっとみんなに紹介したい絵があるんだけど。これ。ゴッホのひまわり。なあ、これいい絵だよな。もう先生な、この絵見てな、美術の先生になろうと思ったんだけど。これも忘れもしない。もうさ、中学の時、社会科見学でさ、な、はあ、この絵の前から先生動けなかったら、もう直立不動な、もう直立不動でさ、で、なんかこれをね、いじってくるやつとかいたんだよ。なんかこうさ、おい、お前わかんねえだろ、この絵とかな、それになんかくっついてくる、なんかそうだそうだ、言ってくるやつさ。でも先生そんなの全然気にならなかった。ああ、もう1時間この絵の前に立ち尽くした。まあ、まさに人生を変える一枚だったけどな。あっす。おせえぞお前、早く座れ。どうした？あれ、なんだこれ。この絵見たら涙が勝手に。なんこれ。お前、人生を変える一枚に出会ったんじゃねえのか。お前どのタイミングで出会ってんだよお前。わかるぞその気持ち。これコピーだけどお前にやれよ。素晴らしすぎる。これで、これじゃなくてこれで、この棒人間みたいなやつで。俺何やってたんだよ、このヤンキーみたいなことしてさ。世界はこんなにも広いのに。先生、俺卒業したらアフリカ行きます。これで、これでアフリカ行ける。あのね、人生が変わんのこんな絵じゃダメだよ。それは先生が決めることじゃないんで。いや、そうだけどさ、先生もうちょい絵うまいぜな。あの、感動させようと思って描いたわけじゃないからさ。絵って感動させようとしてないところに感動があるじゃないですか。いや、そうだけどさ、こんなな、こんな有名な絵の横でこれはねえだろう。有名とか無名とか関係あります？お前ずっとシンクったことしか言わねえな。もうちゃんとこの絵見てから人生一個ステップアップしてんだよ。素晴らしいな。あの、感動してるとこ申し訳ないんだけどさ、先生これ消すぜな。次の先生の授業の邪魔だからな。本当に素晴らしい絵って心に刻まれるんで大丈夫です。みんな堀内のいたことメモしとけよ。こっち今ゾーン入ってっから。いや、これ贋作とか怖いんで、あのちゃんとサインとかしてない。誰がこれの贋作作るんだよ。名画とかでやるんだよ。あのさ、聞いていい？この絵のさ、どの辺にそんな人生を変えられたわけ？なんでわかんないんですか？え？人生を変える一枚の 絵と出会って涙を流す姿。ああ、まあまあ、まあ、そう言われたらまあ、ストーリー性なくはないけどな。を罵倒することで自分を表現する愚かさ。あ、これで？え、この絵でこれじゃなくてこれで強調することしかできない弱い自分。うわ、これでが駆けつけてる躍動感です。うわ、これだこれだ。これでアフリカ行こうとしてる。おい、勅使河原、お前も泣いてんじゃねえか。お前も今人生を変える絵に出会ったんだな。お前はこれだよな。これだよな。え？